セーラー服に愛くるしい笑顔の少女といえば、70年代に青春だった人が真っ先に思い出すのは間違いなく女優の吉沢恭子さんではないでしょうか。もう66歳になったんですね。最近メディアで話すら聞くこともなくなりましたが、どうされているのか気になったので調べてみました。吉沢恭子さんといえば、何はさておき思い出されるのは、まさに高度成長期のど真ん中の1969年に大ヒットしたスポコンドラマの柔道一直線です。今見るとまあ考えられないような、二段投げとか地獄車というありえない必殺技が応酬するドラマの中で、ひときわ目を引く存在だったのが、主人公の一条直哉のガールフレンドのミキッペこと高原美希役の吉沢恭子さんでした。これでブレイクして、ブロマイドの売り上げで1位を獲得するほどの圧倒的なアイドル人気だったのです。当時の数少ない女性アイドルの中では、奥様は18歳の岡崎由紀さんと並んでツートップの一人でしたね。今のアイドルみたいにスタイル抜群ではなくて、少しふっくらした健康的な正統派美人でした。ちなみに余談ですが、漫画ド根性ガエルの中に出てくるヒロインの京子は吉沢恭子さんがモデルになっているのだとか。実は作者の吉沢康美さんが吉沢恭子さんの大ファンだったからだとか。そんな吉沢恭子さん、デビューするまでの間は埼玉県戸田市にて育ちます。12歳の時に劇団ひまわりに入り、少女モデルとして活躍します。柔道一直線当時は主役の桜木健一さんは21歳でしたが、吉沢さんはまだ15歳。昭和の少年たちの憧れのアイドルとして活躍する一方、映画「父ちゃんのポーが聞こえる」でエランドール賞新人賞を受賞するなど、実力も備えていたんですね。テレビや舞台で結構活躍していました。女優として順風満帆だった吉沢恭子さん、しかしそんな彼女にもとても辛い幼少期があったといいます。というか、かなり特殊な環境で育ったようです。その原因は実の父親でした。吉沢恭子さんの父親は放浪癖があり、吉沢さんが1歳の時にまず失踪ですから、それから吉沢さんは埼玉県戸田市にある祖父母の家に預けられ育ちました。祖父母はとにかく厳しかったとか。その間、母親が住み込みで仲居の仕事をして生活費を稼いでくれていたということです。しかし幼稚園の時にいきなり父親が家に訪れて、そのまま吉沢恭子さんを遊びに連れて行き、誘拐事件になりかけた経緯もあったりで、また失踪しますが、3年生の時に突然帰ってきて、4畳半一間のアパートでまた親子3人で暮らし始めたのだとか。それにしても、あの笑顔の裏にはこんな尋常でない過去があったとは。しかも吉沢恭子さん、幼少期だけではなく青春真っ只中にも、これまたほぼ経験することもないようなことが起きています。それは吉沢さんととある大物との恋愛の中でのこと。その大物とは亡くなった18代目中村勘三郎さん。当時は中村勘九郎さんでしたが、二人の馴れ初めは映画「幻の殺意」での共演でした。その後なんと6年間もの付き合いで、二人の家族も公認の仲でしたが、そこは勘九郎さん、常に別の女の影がちらついていたんだとか。そしてついにその日が、ある日中村勘三郎さんの自宅に行った際に、元祖魔性の女こと先輩女優の太地喜和子さんがなぜかいたんだとか。そして頭を下げながら一言、彼のことが
本気で好きになっちゃったの。だから、申し訳ないけれど、別れてもらえないでしょうか。と言われた上に、中村勘三郎さんから、2年だけ待ってくれないか?と言われたらしく、その場できっぱりお断りしたということです。中村屋、なんでそんなこと言ったのか。吉沢京子さん、勘九郎との破局で昇進の中、20代をドラマや舞台の仕事に打ち込みます。そして、1983年、吉沢京子さんは29歳で結婚。お相手は、舞台の仕事が縁で、家族ぐるみの交際をしていた。大阪の古賀スタジアムを経営する一族の次男坊。マスコミは、玉の輿婚と書き立てました。新居芦屋に構えた吉沢京子さんは、2年後に長男を出産。それからは、芦屋セレブ妻として、優雅に過ごしている。と、思いましたが、6年後の1989年に親権を持つ形で離婚しました。挙式当日の吉沢さんは、漫画のような面白い家庭を作りたい。と、のろけていたのに、わからないもんですね。余談ですが、実は、結婚する前年に、なんと吉沢京子さんは、結婚よりサプライズなことをやってのけています。なんとヌード写真集を出版していたのです。後に巷で囁かれたのは、ずっと引きずっていた勘九郎さんへの思いを断ち切り、結婚への区切りとしたのではないか、というもっぱらの噂でした。離婚原因としては、吉沢さんは、互いに育ってきた環境が違うせいか、すべてのことに対して価値観が違った。プラスチックと木の違いというか、とだけおっしゃっていますが、せめてもの息子さんがいたから、今まで頑張ってこれたんでしょうね。その息子さんももう35歳ですから、月日の経つのは早いものです。元夫はすでに再婚されていますが、吉沢京子さんはずっと独身で、現在に至っているようです。ここまで見てきて、吉沢京子さん、父親の放浪癖といい、勘九郎さんとの破局の仕方といい、結婚後のセレブ夫との生活といい、幾度となく常軌を逸する男の所業に翻弄されてきたんですね。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は吉沢京子さん、これからは自分の思うような人生を歩んでいただきたいとつくづく思いました。いつまでもお元気で頑張ってください。応援しています。では次回またお会いしましょう。